くじられし闇を語るだろう。闇に見いられる鬼となる千葉県の九十九里浜に地図から消えた海岸というのがあるのを皆さんご存知でしょうかかつては海水浴客でにぎわっていたんですけれども今はもう地図には海岸の名前は載っていないんです こちら乗ら乗なな、まあ、近くにもっとにぎわう海水浴場があったので人が来なくなってもう遊泳しなくなって遊泳禁止になったとかあるいは今ウミガメの産卵の保護なんかをしているのでそういった関係で遊泳禁止になったとかいろいろと言われているんですが、まあ、オカルトマニアあるいは心霊マニアの間では1982年に起きたとある陰酸な事件 こちらを影響してここが心霊スポットと呼ばれるようになってからここが地図から消えた海岸になったんだそんな風に言う方もいらっしゃいますこの発端になった事件というのが1982年1月に燃えている車を海岸で発見されたんですこちらトランクの中から半ば白骨化した女性の遺体が出てきた殺人事件として捜査されましたがこちら未だに解決に至らず 結局はもう迷宮入りになって事故を迎えてしまったただこのトランクで見つかった遺体燃えた車が見つかったっていう一件だけではなかったんですそれからほどなくして4月今度は燃えている乗用車の中から遺書が見つかったんで自殺と断定されましたがこの中からバスの運転手の方が見つかった消費体で見つかったんですまた同じ月 今度は燃えているトラックから会社員の男性がやはり焼死体の自殺で見つかったそれから翌月今度は親子の無理心中があったまあお子さんの方はですね幼い小学生の子供だったのでかわいそうなんですが父親が無理心中の形でやはり焼死に自殺をして亡くなったただこちらですね立て続けに人が亡くなっただけじゃないんです同じ焼死というところもありますが 無理中で亡くなった小学生の男の男子これを除くと残る女性と残り3人の男性みんな44歳だったんですね44歳の人が立て続けに昇進で亡くなったのでここではまあ44歳の人が亡くなるとか最初の女の殺人事件の例が引っ張ってるんじゃないかとかいろんな噂が立つようになったそうです。 ほどなくだんだんと人が来なくなったりあるいはここに何か恐ろしいものが出るとか神霊の体験談がたくさんあるとかそんな噂も立つようになってやがてこの海岸遊泳禁止になっってて地図から消えてしまったそうです。ここ行ってみるとわかるんですが国道から長い道を通り抜けてトンネルを抜けて海岸に入る。 そこを抜けないと海岸の方にたどり着けないんですねここ長い道のところはもう車両が進入禁止になっていて遊泳も禁止なんですが入ることはできるんです浜辺に行くことはできるんですえさて私に話を聞かせてくれた片田さんという男性ちょうどおととしですね私がもうすぐ44歳になろうという頃にとある話を聞かせてくれたんです 片田さんという方が数年前にサーフィンをする方なんで友達と一緒に九十九里浜の方に出かけたんですね一泊二日でサーフィンをしたんです一日目は友人と楽しく、まあ、サーフィンをやってその日の夜宿の近くで地元の人が集まるような飲み屋で飲んでいたんですが2人に、ね、地元の人が声をかけてきて穴場ののサーフィンのスポットがあるよって言うんです。聞いてみるとこれがその例の地図から消えた海岸だったんですが。 地元の人が言うには、いやもうこれ何十年も前の話だし、だいたい地元の人間がここで恐ろしい目にあったなんて一切聞かないよ。だから大丈夫だから案内してあげようかって言われたんです。片田さんすっかり行ってみたくなって、いや生のスポットだったら行ってみたい。まあ、もちろん遊泳禁止ですけど、結構隠れてやる人いるそうなんですね。人がいないからサーフィンをやっても気持ちいいそうです。 翌日じゃあ案内してあげるよってことになったんですが友人の方はすごく嫌がったんです。というのも連れの友人はちょうど44歳だったんですよね言われを聞いてるんで「いや俺は行きたくないよ何かあったら怖いもん」「いやお前そんな迷信信じるなよ」って言っても「いややっぱり俺はやめとく」と友人が言うので翌日は地元の人に案内してもらって片田さんだけがその穴場スポットに行ったんです。 先ほど話したみたいに国道から道をずっともう舗装されてないところを歩いていく小さなトンネルを抜けるとそこにはですね長い浜辺が広がっているもちろん悪い噂が立っていても太陽が照ってる下で見ると気持ちのいいなな浜辺なんです。地元の人たちもまあ浜辺を散策したり散歩したりあるいは砂遊びしている子どもがいたりとたくさん人がいるんですね。んだ 全然怖くないじゃないか。サーフィンやりだしたんです。案内してくれた地元の人は、まあ僕もここでのんびりやって、あなたがサーフィンしてる姿ちょっと見てから帰りますよなんて言ってるんです。気持ちよく一人きりでサーフィンをやって、まあ誰に怒られることもなくずっと楽しんでいたんです。だん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 時間を忘れていると日が掛けてきて夕暮れが近づいてくる。ああそろそろあと何本やったら終わりにしようかなと思っていて。 ふと浜辺の方で違和感を感じたんですねもちろん浜辺には何人もいろいろ散歩する人とか遊んでる人家族連れもいたりしたんですがなんだか全員が自分がサーフィンやるのを見てるんです浜辺に立って並んでみんなこっちの方を見てるんですよなんだか少し気味が悪くなったでもみんな笑顔でニコニコしながら自分の方を見てるんでまあ なんかサーフィンするのが珍しいのかななんでて適当に思ったんですそうやって何本かやってもう日が陰ってくるそろそろ最後の一本にしようかと思ったところで沖に漕ぎ出ていってふと振り返るとさっきまで数人しか見ていなかったはずなのに浜辺に立ってる人たちの数がもう十数人になってるんですずらっと並んでこっちを見てるなんだか気味が悪くなったそうです とにかくもうこれをやって終わりにして帰ろうそう思っていると沖に出たところでふと自分の左肩に違和感を感をじたんです。えなんだろうそう思ってふっと顔を見ると自分のすぐ左肩にあの案内してくれた地元の男性の顔が乗ってるんです。そんななはずないですよね。 背中に乗せて漕ぎ出るわけもありませんしそもそも背中に人の乗ってる重さを感じないんですなのに自分の左肩にあの男性の顔があるのでものすごく驚いてしまったそしたら男性が笑いながら言うんです大丈夫ですもっとお沖に漕ぎ出しましょういや大丈夫ですってここで事故に遭うのはみんな地元の人じゃないんです地元の人は大丈夫だから地元の人は大丈夫だからお沖に漕ぎ出しましょうって笑ってるんです もちろん彼、わざわざ旅行で来るくらいだから地元の人間じゃないあしまったまずいとこに本当に来たんだと思った瞬間ぐっと重くなってサーフ棒ごと海にに引き込まれそうになるんです。ものすごく怖くなって「やめてくれやめてくれ」とバタ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 ,バタと暴れたら重さがふっと消えて左肩に乗っていたあの男性の顔も消えた。よかった、急いで戻ろう。 浜めに戻っていくともう自分を見ていたはずの人たちの人姿もどこにももないんですもうどこに行ったか考えるのも怖いそのままもうトンネルを抜けて国道沿いの道を走って戻っていくそうすると向こうから自分の友人が「おいお前大丈夫か?」って駆け寄ってくるのが見えるんです何で友達がここに来たのかは分かりませんがここ危ないので「いいからいいからもうお前戻れ戻れ」と 国道の方に彼を押し戻し戻ていく彼がどうも車で迎えに来てくれてるんで急いでじゃあ車に飛び乗ってここから離れようと言って発進させたんです一息ついて車の中で話を聞いているとどうもこの友人のところに彼はサーフィンを終えて、まあ、別の浜辺でやってましたから待ち合わせの駐車場でずっと彼を待っていると例の,あの地元の人彼を案内した人が現れてお連れさんが。 海岸ででサーフィンで事故に遭いましたって言うんです驚いて彼が言うままにその海岸に向かって「お前が事故に遭った」って言うから「来たんだよ大丈夫なのか」っていう「いや俺何にも起きてないしいや起きたんだけどちょっと違うんだ」ってまあ事の経緯を話してそれを聞いた友人も真っ青になる。片田さん ところでその案内者の地元の人っていうのはそう言ったら「ああそういえば確かに一緒に車に乗ってこっちまで来たはずなのにいつの間にか姿が見当たらなくなってたのはどこに行ったんだろう」っていうその時ラさん気付いたんですよねああそうか海でちょっと溺れそうになったけどあんなのはただの余興だったんだな彼らが欲しかったのは自分じゃない 本当におびき寄せたかったのは、44歳の友達の方なんだな、そう思ったそうです。片田さん、私にこの話を聞かせながら、ねだから山由さん、44歳なんだよね、俺も44だからさ、一緒にこの浜辺行こうよってずっと言うんですよ。言うんですけど、私気味が悪くて、確かに私は44ですが、片田さんが、彼が44じゃないのはよくわかってるんです。まだ30代後半なんですよ。 なのに私に向かってずっと一緒にこの浜辺に行こうって44歳の私を誘ってくるのでひどく気味の悪い気分になったそんんななお話なんですただ私まあ余談がありまして片田さんと行くのは嫌だったんですがやっぱり44歳は自分の人生に一回しか来ませんから一回行ってみようとは思ったんですね。まあ、何かああっっててももうう数数日日ならいいだろうと思って45歳ににるほんの数日前に この浜辺行ってみたんです昼ぐらいから行って夕暮れそれから夜になるまでずっと一人で行ったんです暗くなってくるともう浜辺には誰もいなかったんですけれども私自身まあそこでずっとビデオを回したり写真を撮ったりしたんですが特に何も起きませんでしたまあこんなもんだろうなと思って帰って別に45になるまで何か悪いことも起きなかったんですがそれでも一つだけそこで撮った写真をずっと見返していたら一枚に 遠くの方に誰もいなかったはずの浜辺なんですが女性の後ろ姿のシルエットらしきものが写っているそんな写真が1枚撮れたということを予断にさせていただきます。どううもありがとうございました